バレてるこれ。やっと来たぜ。はい、いやー、俺死んでんのか、死体隠しか。いや僕あのアルマさんとほぼほぼ一緒に行動してたんで、ちょっとアルマさんに白を出ししてほしい。すいません、あの O2 なる直前でアドミ見たんですけども、動かなかったのメドベイ1だったので、メドベイに1いなければそこかなって気がします。あ、夏目さんいなかった。何、もう一回言って。っメドベイと付き合いやって。あー、やってた、やってました。あ、じゃあ普通に夏目さんか。じゃあ失礼しました。でも動いたけどな。あ、でもその後出た。ああ、じゃあ違う、ごめんなさい。オーツーになる、なった後は見てないんじゃないですか。見てないです。なった後みたいで、なる直前で見たのがメドベイ1なんで、その後見たのが、それ自分かな、はい、あ、じゃあ全然ついつまってます。失礼しました、はい、高田さんを見た人。マジで見てないっすか。見てないな。ね、黒川クロムさんさ、高田さん見てない、あれ見てないっけ。左リアクターとかセキュリティとかそっち方見なかったっけ。高田さん見てない。え、あとさ、ジンさんさ、はい、セキュリティでカメラ見てたじゃん。見てました、見てました。そん時高田さんいなかったか。え、いた気がするんだけど。あれ、私と一緒にカメラ見てた人誰でしたっけ。最後ですか。あ、最後じゃないです、セキュリティで、オーツになる前です。あ、それ俺じゃない。あ、じゃあそしたら何を言えないんだったら、多分高田さん一緒に高田さんだよね。そうだから、黒川クルムさんが言ってないのが、なんでと思っちゃう。え、でもマジで見てないっすよ。だってリアクターに入ってきてるんですか、そもそも高田さんは。それ高田さんがセキュリティ見てるんだったら、その通路見れるはずなんで、その話が出たんだったら、まあ、あ、ジンさんも見てないとおかしいよね、だったら。そうですよ、そうですよ。セキュリティの通路、確かに。で、多分セキュリティのところで、誰も私と一緒にカメラ見てる人がいなかったんなら、私、あ、一人カメラ見てる、一緒にカメラ見たろって思って二人で見てたんで、多分それが高田さんなんだと思うんですよね。え、だったらさ、ほぼ見れるくね。だって後ろについてきてたんだったら高田さん見れるでしょ。ジンさん後ろ、誰の後ろ。え、どう、待ってね、滑りいきそうな気しますね。ちょい押してほしい。はいはいはい、はい、まあ左で高田さん目撃情報にちょっと違和感を感じるってのが今の話ですね、うんうん、じゃあ続いて。一緒にカメラ見てたわ。自白と一緒じゃねえか。大丈夫か。一緒に見てるはずないんだよな。すいません、すいません、話をよく聞いてませんでした。すいませんでした。ごめんなさい、ちょっと最初に一個だけいいですか。ごめんなさい、はい、アルマと藤宮さんとサントスさんは右にずっといたんで、この話は多分関係ない。あるまあ、いや、まあどの道自分高田健さんを見てて、まあ後出しして後っていうか、まあ遅れて情報を伝えたんですけど、そもそも黒川クロムさんと仁さん本当に見てるはず。特に仁さんが見てるかな、今の証言。黒川クロムさんはリアクターにいたんですよ。永遠にリアクターにいてですよね。で全く見てないです。で高田さんはセキュリティのカメラ見てたんです。カメラにいたんですよ、はい、カメラのとこ。だからワンチャン黒川クロムさんが見てないっていうのは、まあまあそれは嘘の可能性。タイミング的に
信用はできるけど、仁さんは絶対見てるはず。俺この対面のとこでそんなに、すいません、名前のところ注視しなくて、先端さんがあのメドベイ入ってったんで、あ、誰か殺してんのかなと思って行こうとしたら、行って夏目さんがあのスキャンやってたんで、あ、夏目さんおるわ思って上行ったら O2 になったんで、あの O2 のところを解除しに行ったって感じです。それよりはあれじゃない、高田さんを見たか見てないかっていう話が、そ、うん、そうっす、夏目さんの兄さんがそのセキュリティにたどり着いた時には、まあ、誰か一人いたわけですよね。誰か一人いてカメラ見てたんで、重なって私もカメラを見たっていう感じですね。それが高田さんってことですか。高田さん、夏目先生の話が言うほどだったら、それが高田さんの可能性が高いと。他いないんでしょ、だってストレージとか、うん、雨とかで見てないんだから、見てないな。でその後誰もセキュリティには入らなかったんですか。僕最後セキュリティ入りましたよ。ああ、じゃあじゃあそのなんだ、その左を抜けた順とかも洗ってみたらどうですか。リアクター付近から離れた順番とか、ね、ちなみに夏目先生が一番最後に高田さんを見たのって、なんか具体的なタイミング分かったりしますか。セキュリティで、それが O2 が一番最後になったのがあの日だと思うんですよね。あの日、その日はメッドベイ行ったけど。ああ、なるほど。セキュリティでその黒川ボタンを押してないんで、押し僕がキルしたやつ、だいたい相方釣られる。どうも選択教授です。道連れにしちまった。殺せ殺せ。まあ、黒川クロムの話を多分した方が良くて、はい、最初リアクターにいて、ほん、まあ、マジで見てないですけど、リアクター、ロアエンジン、ストレージ、シールドの方に行きました。で、シールドの時、シールド方面にいた時に O2 が鳴ったので、O2 にそのまま向かった時に死体発見。えらい。あれ、おかしくない？自分エレクトリカルで俺と会ったでしょ。エレクトリカルに行ったっけ、俺。行った行った行った。あ、黒川さん、あの夏目さんが言ってるリアクターにずっといましたから話してもらっていいですか。だからそれです。あ、ごめんなさい、ロアエンジンか、ごめんなさい。あ、了解しました、失礼しました、聞き間違えました、失礼。エレクトリカルに行ったから、ごめん。それはさ、それ待って、それジンさんは見てた。どういうことですか。カメラで、リアクターから出ていったところってことですか。うんうんうん。多分その頃には私カメラを離れてメドベイのところに行ってたと思うんで、それは夏目さんと会ったっていうところがあるんで、あのおったんやろなって思っていただければ。エレクトリカルに行った話はごめんだけど、俺は覚えてないわ、ごめん。先に出た方が白だと思うんですよね。うん、だから今の話、でも結局どっちなんだろう、同時ぐらいってこと。分かんない、全くジンさんも見てないんですよ。あ、私も黒川さん見てない。栄光戦だね。あれ、ちなみにだったら見てないんだったらジンさんじゃね。まさかりさんが最終位置セキュリティってことは、誰かとすれ違いました、そのセキュリティ行く最中に。ああ、だからエレクトリカルに僕の行動、まずカフェテリア、アドミン、ストレージでエレクトリカルで、エレクトリカルにクロム君がいて、エレクトリカルを作業して終わったらクロム君が消えてて、そこからエレクトリカルロアエンジンセキュリティの流れです。エレクトリカル行ったかな、覚えてんな、覚えてないな。セアパローラーじゃダメなのさんって、センターさんと砂詰めさんって最終どこにいたんですか。 O2 あたりですね、確か。センタンさんは僕ストレージ付近まで行ったかな、確か。ああ、待って、ジンさんとさ、クロムさん見てないんだよね、お互いを。見てない。で、自分は高田さんと、ジンさんがセキュリティに2人でいるところを確認しているから、見てないんだったらジンさんだと思うんですけど。その後高田さんは別にセキュリティで死んでないわけだから、別にそれを俺で、まさかりさんとすれ違ってないわけですよね、高田さんってことは。上ルートですよね、多分高田さんが。ジンさん一緒に行きましょう、とりあえず。いいっすよ。あっ、でまさかりさん覚えられてなかった。まさかりさんに言われたらおしまいやった。二郎まで多分追われてたな、夏目さんに。始めたのか。ごめんなさい、無駄なボタン押しかもしれないけど、ちょっと自分の頭の整理のために少し聞かせてください、ごめんなさい。
まあ、今話を整理するとセキュリティに最初に高田さんがいました。でそこにジンさんが入ってきました。はい、その後に一番最終地点がマサカリさんがセキュリティなんで高田さんは出てるはずです。どっかのタイミングでセキュリティを。あ、私で、はい、話していきます。最後まで行ったんで、その後にジンさんはアッパーエンジンメドベイあたりに行って夏目先生と、でクロモ君はロアエンジンの方に行ってマサカリさんとっていう時系列です。でごめんなさい、エレクトリカルと会ってました。ごめんなさい、思い出しました。だよね。で、まさかりさんがストレージエレクトリカルロアエンジンセキュリティって言って高田さんの死体を発見していないんだったら、まあ、あで夏目先生もメドベイアッパーエンジンっていう風に言って高田さんの死体を発見していないんだったら、上の通路も下の通路も違ってリアクターの室内かなっていうふうに私は思っちゃったんですけど、あるいはそのマサカリさんか、夏目先生が通路で見つけたのにスルーしてるかっていうふうになったけど、その可能性はちょっと低いかなと思って、シンプルに後に出た方だと思いますけど、うん、そうだから先に出た方が白い。でも平行線じゃない、なんかお互い見てないっぽいし、まあペアどっちか見てたらね、あれだけど、これなんか両黒でペアが意味ないのが怖いからもうロラーでもいいかなとかちょっと思ったんですけど、他の人の意見聞きたいです。いや、クロムさんがさペアになりましょうって、はい、ジンさんに言うのが白く思える、自分は白いと思うんです。まあ、別にあの他の人からの時間がなかったので、まあ今のタイミングで別にペアを解消してもらっても大丈夫ですし、そのまま続行でも大丈夫ですし、別の人とペアでも大丈夫です。黒かクロムだからロラーをするんだったらジンさんから行きたい、その後クロムさんまで絶対するけど、はい、いや、ジンさんの黒要素別にそんなこまであるわけじゃないんだな。そうですね。僕もなんかそれで、あでも他に本当にいなかったんですか、誰も。僕あんまり喋れてないんで。私がジンさんとペア組むとかダメですかね。いいっすよ。じゃあそっちの方がいいっす。そっちの方がいいっす。ありがとうございます。じゃあ砂溜めジンさんとペアに行動します。一緒に。はい、了解です。ナイスです。殺しまくるしかねえな。僕の容疑でめっちゃ人さんが黒くなっちゃった。タイミングね、やばい、これタスクで負けるな、このキルペースだと。アドミンのなんだろうな、カードスキャンとそのいろいろ見るやつの上で隠されるように死んでます。ね、真上だね、真ん中のあたりかな、うん。一緒に発見しましたね。僕は後続で。はい、だから、そのため、ジンさんは白です。セルフレポートナイス、うん。あ、私セキュリティで見たんですけど、そうですね、アドミンとか黒赤が入ってくるのを見てたんで、黒赤でした。うん、はい。砂溜めジンは白です。おお。はい、あ今回はってことです、ね、今回は、うん、今回の殺害は無理です。セキュリティでカメラを見てた人は自分の資料を証明できるはずだから言ってほしいです。夏目さん、あ資料は通ってました。あそう、 O2 の方に最後行ってるから弁当で飛んでたら、見えるはずだし、アドミンでの通路も自分は行ってないんで、となると浮いてるの多分僕も浮いてると思うんですけど、僕最後の停電あの爆速で直ったと思うんですけど、あれ僕が直しました。えらい、多分僕疑われる位置だと思ってます。まあとはタイミングですよね。直前キルだったらもうマサカリさんが疑われる位置ですけど、結構直前じゃなかったら、直前じゃなかったらっていうことで藤宮さんの最終証言を聞きたいです。最終目撃証言、
ジミヤさん全然わかんない待ってね。何な。マシタカリさんってどういう動きしたんですか。僕はですね、はい、アッパーエンジン、あ、最後の動きはアッパーエンジンからカフェテリア、ウェポンズで、ウェポンズでクロム君とすれ違った覚えがあります。ウェポンズで、え、いたじゃんクロム君、あ、いたよ一緒に右方、まあ、まあでもウェポンズにいたの、まあ、間違いないんで多分すれ違ってるんじゃないですか、間違いないんでなるほどね、タイミングかな。まあ、だから僕は嘘ついて、まあ、アドミンから出ててウェポンズに行ったかもしれませんね。皆さんして。ああ、藤宮さん直前に見られてるかな。もう誰も一瞬も見てないってこと？あ、カメラに映った記憶はないです。あのビーってなる結構前はもちろん見ました。がめちゃくちゃ前です。これ。ああ殺しまくるしかねえ。殺しまくるしかねえこれ。怪われてそう。やきるペーサーくそーい。あ、今やりたかったけどな、アルマさん。バレてるこれ。はい、マシャカリです。ウェポンズのとカフェテリア、カフェテリアか、カフェテリアとウェポンズの道の方で、白い死体、夏目先生を見ました。カフェテリアとウェポンズ。ね、はいはいはい、カフェテリアからウェポンズに行くも道の扉、弁当の前ぐらいで死んでました。はいはいはい、はい。停電直後はね、右行っただよね、ウェポン、ナビゲーションあたりか。とついてた、言ってたんだけど、ナビゲーションあたりで分かれたかな。誰か永遠にセキュリティ見てませんでした。セキュリティは。あ、セキュリティ見てました。セキュリティ見てました。ですよね。なんかなそこのルートのとこ見てないですか、ウェポンの下とか。でも多分どうなんだろう。僕がメッドベイ多分見られてると思うけど、それ途中からついたとって感じだったから、そんな見てないんじゃないかなと思うんだけど。でも私と、うん、あの砂ザメさんがナビゲーションのあたりにいた時はカメラついてなかったんで。ですね。はい、でその時夏目さんがシール。どこ行ったんだっけな。でもまあ O2 ナビゲーションシールドのあのこの字のところで夏目さん先端さんの2人とすれ違いました。え、うん、先端さんとすれ違ったんですか。先端さんがナビゲーションに行きました。夏目さんが上の方だっけ。僕はアドミン見てたんですけど、うん、なんか誰かめっちゃ瞬間移動してたんですよ。あ、僕も見ててわかんない。でどっからどこで動いてんだと。一番最初見たのはナビゲーションから、シールドで、なんか途中でアドミン3になってんのに僕ら2人しかいなくて、僕とマシカリさんしかいなくて、で僕弁当の上でダンスしてたんですけど、多分人狼して映ってると思うんですよ。めちゃくちゃ弁当で移動してんなと思って、で誰か死んでそうだなと思って上行ったら、あれさ、ナビゲーションかシールドは繋がってませんでしたっけ。いや繋がってるけど、多分普通に僕がナビゲーション残ってて出たタイミングとかに夏目さんが多分シールド入ったとかじゃないかな。だいぶ最初でしょ多分。結構その辺いたんですよね、その通路周り。ああ、そうですね。夏目さんと、そうですね。もういたとなるちょっと前なんで。いや、黒川タスク終わったんで、永遠にセキュリティ見てます。あ、マシャカリもタスク終わりました。もう終わりました。終わってないです。僕はと私終わってないです。これタスクが出てきそうですね。じゃあ、ロアエンジン行きましょう、一緒に、砂染さん。ロアエンジン了解です。
いや、いける、まだいける、まだワンチャンある。そう、殺しに行かないとダメだな。ごめんね。いや、これ待って、いや、レポされるよな。待って、2人死んでんのか。え、あ、ほんとだ。いや、釣らないとまずいですね。あ、あ、え、ちょっと待って、あれじゃない、ジンさんとスナゾメさんペアじゃなかったっけ。あ、私スナゾメさん殺しないっすよ。あ、じゃあジンさん釣ります。え、とりあえずジンさんから釣るんすけど、ジンさんから釣るんすけど、なんかセキュリティで僕死体見つけたんですよ、クロムさんの。ずっと言ってました。そこから今ありました。私今でサントスさんが出てきたんで、サントスさんと思ったんですけど、あ、ごめんなさい、私ずっとアドミンで見て、そっちをオツなって死体隠しかなと思って見に行ったんですよ。でセキュリティパッと入って光んなかったんで、いないと思っていたんですが、え、いたんですか。カメラのもう本当に手前にありました。でごめんなさい、まあ、ガチの見逃して。そうなんです。でただサントスさん僕と一緒にアドミン見てて、多分一緒のことを思って左行ってるんで。そうそうなんです。でなんか水色黄色はアドミン見に行った組だったかなと思ってて、私も水色黄色はないのかなと。ああ、僕もそれは思ってますね。結構とりあえずでもジンさんを釣ります、僕は。はい、まあ、まずここはジンさんペアでやったんで、ジンさんでいいかな。直前サントスさん左に向かってましたよね、エレクトリカル周辺ですれ違って。はい、あ、でなんでセンターさんがそうだエレクトリカルから出てきたんで、一応セキュリティで噛んでベントに出てきたっていうことは一応できます。可能性の話ですよ、可能性の話です。ですか、もう話さなくていいですか。もうちょっと話します。サントスさん、まあまあ言いたいことは分かります。入って光ってなかったんでってことですね。多分奥まで行かない。ごめんなさい、単純に多分見逃したかったです。あ、私はちょい入りしたら光るかなと思って光ってないと思っちゃったんですけども、ごめんなさい、多分一番上だったんで、まあ筋は通ってるけど、ごめんなさい、ちょっとでも僕してやっぱ怪しいですね。あととりあえず、あ、これ言わない方がいいか、どっかの門番します。あれじゃない、見て見ぬふりしたとか、それが一番なんかすんなりくるくない。あ、まあ、あの、少なくてもあのアルマさんと、マシャカリさん、私の視点では白く見えてるんで、あの、なるほどね、残りあの先端さんなんで、はい。あ、まあ、でも助かる。この2人白っていう扱いで進んでいただければ大丈夫だと思います。すまない、マジで。俺の容器で、がんじがらめになっちまって。すまない。があるかも分かる。もう積んでないかな。あ、幽霊か。ナイスナイスです。ナイスナイス、幽霊か。サンタさん、いや、ですよね。いや、最後キルクールタイム開けてたから、もう一人殺せば勝ってたんですけど、すいませんでした。あ、いやいや、僕のが高田さん殺したのにずっとジンさんマークされててかわいそうだった。そうなんだ。そうなんだ。しかもマシャカリさん直前でロアエンジンすれ違ってるのに全然話出てこなかったからラッキーだった。あ、ちょっと酔ってますね。俺いましたっけ。そう、マシャカリさんから出てきたらもうおしまいだなと思ってて、僕勝手にあれクロム弁当で行ったんじゃねってずっとあの心の中で思ってました。センターさんいたんで、ごめんなさい。アドミンはタイミング分かんなかったから容疑者絞れなかったんですよね。全然危ね、先般かますとかやった。人数が多い時のアドミンなかなか厳しいんすよね。うーん、確かに。センターさんセキュリティで噛んで弁当でエレクトル出た感じだったんですか。うん、あ、やっぱそう。で、あ、これサントさんに見つかると思ったら、なぜか見つからないから、あれってなってた。だ、奥までしっかり見なかったんですよね。だ、奥まで見に行かなきゃ、うん、びっくりしたんですよね。死体現場からサントスさん出てきたんで、あ、なんか一応
はい、枠の人もあれなんですけども、あの光ってやっぱなかったらしいです。私の入りが甘いんで、ああ本当に手前でサッとしか言ってないんで、やっぱ光ってはないらしいです。ただ入りが甘か、単純に入りが甘かっただけでした、すいません。ベントでめっちゃ瞬間移動してたセンターさん。あ、僕だし、アルマさんがもうベントの上でおいここいるんだろみたいな感じでずっと見てて、もういるぞいるぞって思いながら、みんな人数がだっておかしかったですね。そうっすよね、絶対ここいるぞっつって踏んでました、ね、もうあの出れないようにされた、上から踏まれて、あアドミンの弁当の蓋の上に立たれた、そうそう、立ってました、これバレてる絶対とか言いながら